田野畑村海岸部周辺の空中写真。画像情報から、ラガ、平井が、島の越し地区。海岸沿いは、断崖が続き平地は、ほとんどない。村役場は、画像左側の大地上に位置している。1977年撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 田野畑村は、日本の岩手県下平郡にある、太平洋に面した村である。深谷市、1997年2月、旧、川本町と友好町村提携。平成27年国勢調査より前回調査からの、人口増減を見ると、9.81%減の3466人で、あり、増減率は、県下33市町村中26位。 小学校、中学校、島の越港にある北山崎、巡り観光船発着所農林水産業が盛んな地域である。酪農などの第一次産業が主産業である。特産品としてウに、アワビ、ワカメ、松茸、山ぶどうなどのほか、牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなどの乳製品がある。また、漁船や観光船によるクルーズや、海釣り、海水浴、ダイビング、 キャンプ、トレッキング、収穫体験といった体験型観光にも力を入れている。三陸鉄道田の畑駅道の駅田の綿、三陸北縦貫道、宇野す団外インターチェンジ地域高規格道路、一般国道道の駅県道主要地方道、一般県道ホテルラガ層。ラガ層は津波で被害を受けたが、2012年11月21日に改修の上営業を再開した。 ありがとうございます。